は作詞ブロック剣豪の先導で11レース出走勝馬の入場です。東京第11レースは第162回天皇賞秋 G1 関西以上オープン芝生 2000m 12頭で争われます。グラフィーコースの一撃1番グラストワンピース550キロプラス8キロ池添健一58キロ。先方に迷いなし2番カレット478キロプラス2キロ田辺博之58キロ。府中の顔役3番ダイバキャンディ496キロマイナス2キロ宇治田博之58キロ。王座はすぐそこに4番ダノンキングリー450キロマイナス6キロ小崎健太58キロ。香港の体操を再び5番グリップライト484キロ増減なし松岡雅美58キロ。春秋連覇だ6番フィレールマン478キロマイナス12キロ福永雄一58キロ。日は熟した新女王へ7番クロノジェネシス464キロ増減なし北村雄一56キロ。進化は止まらない8番奇跡508キロプラス6キロ武豊58キロ。いざ8冠へ絶対女王9番アウンドアイ490キロプラス2キロクリストフルメール56キロ。緑のカーフを黄色に染めろ10番スカーレットカラー486キロ488キロプラス14キロ岩田康成56キロ。全集中勝利の呼吸11番ダーランスレミアン496キロマイナス10キロ川田優が58キロ。そろそろ三冠の血が暴れ出す12番次男坊492キロプラス6キロミルコネフード58キロの騎乗です。以上の12頭で争われます東京第11競走第162回天皇賞秋 G1 発走までもうしばらくお待ちください。ただいまから天皇賞秋出走馬のベストタイムアウト賞を発表いたします。受賞されたのは奇跡担当の杉和彦厩舎清山弘明調教助手です。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。